おはようございます。2013年10月2日水曜日6時5分になりました。おはようございます。リハビリモード2日目。もうなんか先に言い訳するっていうね、このもう何じゃそれ。ですね、まあおかげさまで体調はだいぶ良くなってるんで、調子こいてですね、昨日はいろいろパソコンにアホほど溜まってるいろんな仕事をですね、ガンガンやってたんですけど、まあ神経がこうダメージ受けてるのはなかなかね、これはもう医者にも言われたの、まあそれはね仕方ないっすよって、痛いのはしばらく続きますからって、それはもう時間しか解決方法ないですって言われた、日にち薬しかありませんって言われたんで、ガンガンやってたらやっぱりめっちゃ痛いっす腕が。腕から肩がねちょっとねこう痛ーとかなってますけども、まあまあね、これはもうしゃあないですね。筋肉痛とかと一緒なんで、まあ、神経痛なんですけどね、神経やられてるんで、まあそれはさておき、声もね朝からだいぶこう出るようになってきましたんで、さて、IT メディアニュースから今日は見ていきたいと思います。今日はね結構いろいろ面白いニュースがあったんで、どれにしよっかなと思ったんですけど、最も笑えるニュースをピックアップしました。それがこちらです。世界初 iPhone で焼肉を好きなだけ、アプリと香りデバイスで花焼肉キット。おお、なんかこのタイトルだけでかなりそそりますよね、このアホ臭さというか、やるなーって感じで、ついにこれをね発売したっていうのがすごいなーって思いますよ。非常にバカバカしいあのデバイスですけど、これね、iPhone にこんなあの丸っこい生、まあ、お光沢装置、多分これね中に私の勝手な予測ではちょっとこう温めるようなで電熱というか、なんかそんな感じのやつが入ってんじゃないかなと思うんですけど、そこにこう焼肉の香料がついてて、でまあ電源入ったら温まってきて、こっからホワーンってこう焼肉の香りが出るっていうね。もうで画面にはこういう風にこう焼肉の画像がこう出てきてて、エアー焼肉というかできるというね。でしかもこれおもろいのが、ボタンでこうね匂いが切り替えられて、カルビ、牛タン、ジャガバターの3つが楽しめるって、これはもうね考えたやつが私はすごいなと思いますよ。もうなんかもうある意味天才。もうほんとこういうねテクノロジーの無駄遣いって私大好きなんで、もうこれはすごいなと思いましたね。もう花焼肉とかっていう名前の付け方ももうなんかもう秀逸っすよね。これはねバカすぎに売れるんじゃないかなっていう気がします。おふざけとしては最高っすよね、こんなの。話のネタとしては3654円っていう、またいいとこ値段ついてきましたよね。まあ焼肉1回分みたいな。違うか、結構言いにくい、違う、わからんけど、まあまあでもね、焼肉食べに行ったこんなもんよね、みんなで。しかしこれすごいですよね。まあだからこういうなのが出てくるっていう、そのこれをねキットで出せるっていうのがもうすごいですよね。技術の進歩というか、なんというか、で多分こういうのが出てくると、いろんなその香りのなんていうんですかね、デバイスというか、そういうなんかいろんなもんが出てきて、まあこんなのね車内電車の中でみんな使い出したら、もう何の匂いやねんこれみたいな、もうぐちゃぐちゃになってくるような気がしますよね。でまあちょっと真面目な話、香りをね出すっていうこと自体は実は技術的にはそんな難しい話はないんですよね。昔からエンターテインメント系で、まあ映画館なんかでその香りを出すっていうのとか、それはもうすごく昔からそんなことはね考えられてたんですよ。で香りを出すこと自体は全然難しくないんですよ、その画面ね合わせて。でところがですね、難しいのは匂いを消すことなんですね。
どういうことかというと、例えば、その映画とかでね、こうカレーを食べてるシーンがあって、で、カレーの匂いを察しますよね。で、それでそのシーンから別のシーンにポンってこう切り替わった瞬間に、そのカレーの匂いを消さないといけないんですよ。うん、カレーの匂いをしてたところから、次の会議のシーンにこう切り替わって、まだその前のね、カレー屋さんで、その、食ってるところの、匂いが残ったまま次の、役員会議とかのシーンに切り替わっても、なんかこう、リアリティないっすよね。うん。で、だからそういうなのって、こう、なんか変に、頭なんかその、重役会議やってるのね、カレーの匂いが残っていると、その、なんか、わけわからなくなってきますよね、見てる方としては。だから、それを一瞬で消すっていうのは、これが実はすごい難しくて、だからなかなかですね、そのエンターテインメントに匂いを使うっていうのはちょっと難しいんですよ。その、結構長いシーンであれば、その頭の方でちょこっとこう匂い出してやるとかって、そういうことはね、少しずつできるんですけども、とにかくその匂いが残っていく。で、どんどんこういろんなシーンが進んでいくと、その、カレーの匂いと、何かな、何でもいいですけど、カレーの匂いと、ラベンダーの匂いと、バラの匂いと、餃子の匂いとかこう混ざってくるとですね、したらもう最後の臭いだけっていうね、映画館がただ単に臭い場所っていう、そんなことになってしまうので、どうやってこうね、香りを消すのか、瞬時に消すのか、そこがね、すごく難しいところなんですね。なので、香りって、その、なかなか、デバイスとして使うのが難しいところがあると。まあ、今回のこれはね、かなりお遊び系なんで、面白いっちゃ面白いですよね。で、これがこれぐらいの値段で出てくるっていう。で、おそらくいろんな、これからね、匂いが出てきて、例えば、小腹が空いた時の、エアー感触とかね。そういう、なんかわけのわからん。かえってお腹すくよね。お腹空いてる時に匂いだけ嗅いで我慢しましょうってありえへんやろけど、それかあれか、こんにゃくみたいなんだけ食っといてで香りだけこうか、感じてなんとなく食べた気になるっていうごまかすとかね、そういうわけのわからない話が出てくるのかようわかりませんが、まあともかくこういう、なかなかね、アホなデバイスをちゃんと真面目に作って、しかも販売するって、これはね、私はなかなか、いけてるなって感じがします。ちょっとね、これ、iPhone 持ってないくせに、というか、スマホすら持ってないくせに、なんかこれがあるがゆえに、ちょっとね、これは試してみたくなるなっていう。なんかちょっとそそられるデバイスです。はい、そんなところで、もう6時13分になりました。これはね、私はね、なかなかイケてるデバイスだと思いますし、日本だけじゃなくて、これ海外にも通用しますよ。本当、こういうなのってみんな結構ね、こういうシャレは大好きなんで、ぜひ、翻訳してというか、翻訳しなくてもいいかもしれないですね。こんなの。で、ぜひ、海外にも、焼肉っていう、ローマ字にしてですね、販売すれば結構売れるんじゃないかなというふうな気がしてますけど。さて、そんなところで6時14分になりました。こういうね、これからはおそらくスマホはね、想像できないようないろんなデバイスに変化していく。まさにね、そのスマホっていうのは単に、情報ツールとかではなくって、拡張できるツールにこれからどんどん形を変えていくんじゃないかなと。で、もっとね、外部に接続できるような、コネクタをですね、つなげるような部分をつけていかざるを得ないという形に変化してくると思います。ジョブズさんはそういうのはデザイン的に嫌いじゃって思ってたかもしれないですけども、でも、そうならざるを得ない。で、また Bluetooth その他だけではもう接続しきれないいろんなものをね、つながっていくような感じになるんじゃないかなと思います。そんなこんなで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。